マスターではチンパンジー今からイチゴ祭りとなります。さあ一番最初にねお話しした通りやってきてくれたのが和也くんとなります。さあ今一番皆さんの近くやってきたのが、ケンジくんという男の子です。さあ予想通りですね、マリモちゃんという6歳の女の子は今真ん中の上のところの端で、イチゴを食べています。さあみんなねどんどんやってまいりました。さあ一番ガラスの近くにいる子はケンジくんという男の子になります。チンパンジーたち実は、ルールがあります。手や足あと口の中に入れたものは自分のもの、人が持っているものは取っちゃいけないというルールがありますので、みんなとりあえず取れるだけ口の中や手や足にね抱えて、食べれるところにね移動しているようです。さあ見えますか、お母さんのお腹に抱っこされているのがはるちゃんという2歳の、女の子となります。はるちゃんもねなぜか口の中にイチゴが入っていますので、お母さん以外の誰かにもらったんでしょうかね。赤ちゃんね2歳ですので自分で歩くこともできるんですけれども、今ですねガシッとお母さんのお腹にねついていますよね。だいたい寝るときはねあんな風にね抱っこさせていただいております。ちょっと飼育員最前線でカメラ撮らせていただいておりますけれども、ちょっと記録用にこれ個人用じゃなくて記録用にブログなどで上げさせていただきますので、ちょっと撮らせていただきますね。さあ赤ちゃんを抱っこしたお母さんはどうやら奥の方に行ってしまったようですけれども、オスたちとメスの中で一番力が強いタマエという子がね今ガラスの目の前にやってきています。先ほどお話しした通りチンパンジーたちルールの中で生きていますので、手に持ったもの人が持っているものを奪ったりすることはありません。ただですねやっぱり力がね強い子たちはねこれもあれもこれも私のっていう感じでねたくさん持っていますね。今ねちょうどガラス面見ていただけると、お尻がピンク色の子と黒い子がいると思います。実は黒いお尻の子が男の子、ピンク色のお尻が女の子になります。まあ見ていただけると一目瞭然ですよね。今ガラス面の左側にいる2頭はお尻が真っ黒けっけなので男の子、その他ねお尻がピンク色なのが女の子となります。これズーラシアのチンパンジーだけではなくて他の動物園のチンパンジーもみんなそうですので、男の子か女の子から迷ったらお尻の色を見てみてくださいね。さあみんなねわーって探してますけれども、すごいですね一瞬で 1,2 分ほどでなくなりました。チンパンジーたち普段何を食べているかと言いますと、煮たお芋や煮た人参、リンゴやバナナ、あとはキサカシというねカシの枝ですね、葉っぱとかを食べています。ですがね果物も大好きなんです。リンゴやバナナも大好きですけれども、時々もらうこういったイチゴとかあとオレンジとかもねとっても大好きです。長ネギや玉ねぎといったねちょっと辛いものも好きなので、私たち人間の味覚とはちょっと違うのかと思いますけれども、やはりねこのようなとても 甘い果実はね大好きなんですね。さあどうやらみんななんとなく食べ終わったようですね。先ほどお話しした2歳の赤ちゃん、ちょうどね木の上にお母さんと一緒にイチゴを食べているようですね。はるちゃんと言います。おととしの、ね、5月に生まれた子になりますね。さあ先ほどねお尻が黒い色は男の子、ピンク色は女の子とお話ししましたけれども、実はね赤ちゃんの時だけ違うところがあります。実はお尻に白いふわふわの毛がついているんです。これ男の子も女の子も赤ちゃんの時だけ白い毛がついています。何かと言いますと、その、ね、毛がついている間は何かこういたずらしても許してねっていうことなんですね。なので群れの仲間たちもお尻がふわふわの間をねみんなで構ってあげなくちゃというか守ってあげなくちゃということでね、いろいろお世話とかもねしてくれたりします。そしてお顔や体も真っ黒けけのチンパンジーですが、赤ちゃんの時実は顔と手足肌色をしています。ちょっと今見えにくいですかね。あ、ちょっとね見えなくなっちゃいましたけれども、赤ちゃんのうちだけで肌色をしていますので、この機会ねぜひお見逃しなく見ていてくださいね。もう6歳7歳になりますとほとんどね黒くなっちゃってますので、まあ、リモちゃんとフクちゃんも若干肌色の部分残ってますけど。